並び内政及び内閣予算の参加を行います。アブラウィシンマン赤村ゼルタが表示する高砂道場所滝上さあ、この試合は 2NC ライト級リミットは 77.1kg、 3分3ラウンド制、延長1ラウンドが用意されています。これは両方とも空手ということですか、ね、そうですね。で、滝上隼人選手に言うとキックボクシングも経験されているので、はい、かなり年齢差がありそうな対決ですね。そうですね、シンマン選手は年齢がクエスチョンになってました。はい、そこ隠すみたいな。なんか試合経験がないって聞いたことがあってて、今回は格闘技の試合初ということで、はい、誰このシンマン選手、昨日記者会見の時にはこの青中さんが一番バチバチって感じでした、ね、あ、そうですか。喧嘩始まるんちゃうかな。今もこうね、顔見てる感じがそうなんです。かなりバチバチな睨み合いしました。なんで今イエローカード出されたんですか。あ、ですね、シンマン選手がですね、軽量オーバー。あ、そうですか。あの、ハテナにしてたからじゃん。確かに。おい、さあ入る。右ストレート。まあ、早くはある。おー、ほらな。早く終わるって言ったよ。あ、これ、バカに。顎先でしたね。そうですね。足が揃ったところに。危ない危ない危ない。はい。嘘。続行は難しいが、続行した。おー、やばい。あー、構わない。構わず入っていくのは滝上隼人。いや、赤いロープです。効いてるから一発当たったな。足に力入ってないです。ひっくり返すことができるが、シンマン当たらない。また同じように左フックもらっている。危ない、何か展開を変えたい。これ危ない。止めるべき。そうですね。TKO。これはサンダー代表の予言通り。ね、もうファーストで滝川、はい、選手男前やのにあのタンクトップのこの日焼けの形がちょっと残念そうですね、確かにちゃんと焼けてほしかったですね、はい、でも顔かっこいいですね。滝上選手がね、昨日言ってた通りになりましたね。あ、そうなんですか。もうシンマン選手が、ね、軽量オーバーで練習もしてきてないっていう感じで、はい、ちょっと煽ったんで、はい、そんなんも一発でやったねっていうのをね、はい、おっしゃってたんで、その通りになりました。そのままですね。有言実行ですね。はい、やっぱり練習して上がってもらダメです。そうですね。これ何を学んだかというところで、相方早く体験通りの試合展開で見事 KO 勝利となりました。まだこの選手そこを見えてないのでちょっと見てみたいですよね。そこが見えていない分どういった試合をする選手なのか。そうですね、初参戦ですね、はい、同じくらいの実力の選手です。そうです、そうです、同じくらいのレベルの選手。同じくらいのレベルの選手が、そうですよね、見たいですよね。